席の用意ができてますのでご着席ください。はい、座ってください。いいんですか、座って。いや、座ってください、もう疲れてますから。でもちょっとね、まあ、問題があって立ってなきゃいけないの。なんでですか。トイレ行きたい。トイレ行きたい。お前行っとけよそこは。大丈夫大丈夫大丈夫。ダッシュで行ってくる。大丈夫。いや、いかんいかん。座った瞬間漏らさないでくださいよ。うん、大丈夫大丈夫。じゃあゆっくりゆっくり座す。立つ立つ立つ。じゃあ我々座りますよ。うん、どうぞお座りください。ます。何、座ったらヤバいってことはそういうことなの。そういうこと。はい、ということでここからは作品についていろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ダイヤのエースアクト2は週刊少年マガジンにて連載中の人気高校野球漫画をアニメ化した作品です。16年3月まで放送していた前作。めっちゃ社会の窓が開いていたよ。え、誰の。俺の。何この。びっくりした。りょうが事故ってんじゃん。今説明してんだから。りょうだマジかよ。何やってんだ。大丈夫ですかね。とても人気だね。大丈夫。え、ここら辺の人が見たってこと。見えてなかったの。気づいてた。え、大丈夫。言えよ。なんで切れてんの。言えよ。何じっと見てんだ。頭おかしいか。おかしくないでしょ。それ開いてたら見るよ。何色だった。パンツは見えてない。あ、パンツは見えてない。開いてるのを見て。え、多分ユニフォームで隠れてる。あ、大丈夫。りょうたノーパンじゃなかった。俺たちはもう大丈夫じゃねえんだ今日は。履いてた履いてた。まあまあまあ大丈夫。もうだって最後だぜ。もう散々疲れ切った後にこれだからね。そう、そう、最後だから開いてていい理由にはなんないから。俺いつ開けたのかも覚えてねえんだよ。まあそれだけやっぱね、気がこう許せるというかね。ダイヤメンサー、そういうファミリーですから。そうですよね。そうだな。ね、じゃあちょっと続きを。あ、ごめんなさい、邪魔ばっかりして。そうですね、なんか今飛んでっちゃったです。はい、3年の時を経て昨年11月25日に神宮球場にて行われたオールスターゲーム3でアニメ化を発表ということで、4月2日よりテレビ東京系列他にて放送開始となります。まずは番組宣伝映像がありますのでご覧ください。